こんにちは。今日は前から見てくださってる方はご存知の仲良しのねちーちゃんと遊ぶんですけど、リップをアミューズさんとコラボで出していただくことになりまして、これをねちーちゃんにプレゼントしようと思います。落ち着いた色味っていうか大人っぽい色味、ムーディーすぎると私個人的に飽きちゃうので、なんかこういう一度塗りだと薄付きで二度塗りだと割と発色が出るみたいな絶妙なカラーを作っていただきました。はい、ということで届けてきます。どうもちーちゃんに今渡すね。ちーちゃん、どうだっけ。え、ありがとう。絶対似合うよ、ちーちゃん。ありがとうございます。ほぼサラダボールのサラダみたいな。ほぼサラダボールじゃんね。だよね。これの 2,3 倍ぐらいでくる。チュルチュルじゃない、みずみずしくない、かわいい。元の色、何リップ、わかんない。えつまり予約すると、うん、ありがとう。めっちゃプルプルになる、うん、めっちゃ持ち味いい、ちょっとくすんだいい色。そう、サラダめっちゃ嬉しい。よかったやん。強敵発見。何、えあとあとそんな嫌いだったっけ。でも大丈夫、飲むもん。飲むのやめて、この大きさ。はい、はいです。ソラリア、ソラリアって聞こえた。ソラリア、相当強かったよね。うん、そこに、そこにしないよ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あそこの沢村ベーカリーもいいよね。ここの沢村ベーカリーって本当に知らなかったね。ねえ、写しなよ、その汚いの。え？パンツ？うん。やっぱね、部屋は大変だよね。可愛いけど、あったかいし。え？2巻出たよ。笑う。かわいいね、インディアンエッグを。自分のスラックスを見つける件、はい、頑張ります。クリスマスプレゼントを探すっていう、はい、はい、とりあえずね、うかうかしてらんないなっていう。てか本当に焦ってほしい。あのちーちゃんに言われてようやくね、うん、お尻を叩かれたっていう感じで、もう時間との勝負ですわ。頑張ろう。ちなみに23にこうちゃんが誕生日で、はい、25にクリスマス、はい、なので合算して毎年ね、はい、お送りするんですけど、はい、まあ、京都に行くのは決まってるんだよね。はい、決まってるんだよね。一緒に行く。あれついていっちゃうみたいになってるよね今の。はい、まずは自分のスラックスをから、はい、そっちから行かない、はい、じゃあちーちゃんもえいえいおーえいえいおーせーのえいえいおー。うん、モンブランがめっちゃ美味しい。絶対に入ろう。カフェがことごとく開いてなくて、はい、開いてなくて、ね、あの手当たり次第、手当たり次第ね。入っていこうと思います。なんかブルックリンなんかよくいない、うちら、ね、あめっちゃ綺麗だね。あんたもだよ。もう全く。やめてくだ。あ、はい、あ、待って、ちょっと営業時間調べるの。確かに。でもブルッピンそんなにさ早く閉まるイメージない。言うてますやん。閉まりますか。閉められたらちょっと別に。
19時まで。おー、来たー19時まで。ありがとう。いやいキモすぎるって。うん、リッター。ブルックリン。うん、いいな。わかる。ではね。ありがとうございます。ありがとうございます。バナナ。バナナ？乾杯です。いただいちゃってください。はい。いただきます。はい、いただいちゃってください。マジでいい色だわ。嬉しい。かわいい。かわいい。やっぱ前髪作りたくなるわ。ダメだよ。絶対ダメだよ。ダメだよ。絶対に。マナ？マナだよ。ダメだよ。でもね、いいよ。ないの。え、どこまで伸ばすのが目標なの？前髪？うん。ここ。そしたらワンレンのボブにする？うん。それ何？コーヒー？コーヒー。あ。そんな表情させるコーヒーなんて。こんにちは。なんで？なんで？バイバーイ。バイバーイ。